僕です。さあ中に入ってきました。中に入ってきましたね、これ柱ちゃんなんですけど、あ、はいはい、柱ちゃんね、柱ちゃんの、はい、これ足元にですね、来ました、はい、これちょっとね、四角いこう黒いね、金物がついてる。あ、なんかこれなんすか、これついてます。これなんすか、これ、中脚金物ですね。ああ、柱の足の金物ですね。はい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 、はい、で、ここに今これウレタンが吹いてあるんですけども、その中にですね、はい、基礎からこう20ミリの太いアンカーが立ち上がってました。それが、こいつと今くっついてます。あ、これと今くっついてるんですね、はい、ここからこうアンカーが出てきてる、はいはい、それに このね、黒いやつをカパッと乗せて、はいはい、でこれこうボルトで締めると、はい、でこう今立ってますから、はい、でそこに柱ちゃんが乗っかってきて、はいはい、このね、ドリフトピンで止めると、はい、なるほどね、はい、それがあの基礎の時に、はい、見たこの姿なんですね、最後のね。最初の、はい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 、なるほどね。でこれなんでこれ腕をね、吹いて、はい、腕弾を吹いてるのかってね、はい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 、なんでですかね、これは。花物って、はい、冬になると冷たいじゃないですか。まあ、冷たいですね、はい、ってことは結露するじゃないですか。なるほど、だからです。このね、合板、はいはいはい、構造合板と言われるものなんですけども、はいはいはい、茶色い印字のものと、はい、青い印字のものとね。ああ、これね、青ね、はい、青で茶色ね、これね、はい、これ何が違うんですか、ね、何が違うか。そうだ、分かりませんね、これね、全く。茶色の方は高級感を出すとか、はい、青い方は、はい、なんか守んねんじゃないなっていう、そういうんじゃないって言ってね、大体ちょっと合ってます。マジで。こっちの茶色い方は、はい、体力壁。体力壁、はい、体力が有り余ってるぜっていう体力じゃなくて、あ、そちらにじゃあ耐える力の壁ですね。ああ、なるほど、はい、この G ですか、はい、書いてあるんですけど、外周、はい、GT1 GT1、 この GT が SE 候補でいう、はい、体力壁を表してて、はいはいはい、でそのグレードが1から4まであると思ってください。あ、はいはいはい、分かりました、はい、まあ普通の体力壁、はい、超体力壁みたいな感じですね。あ、はい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 、で、外回りここで1枚なんですけど、はい、これ1枚なんですけど、はい、ぐるぐるっと周りは、はい、これ GT4 の壁なんですよ。あ、うんと、これなんですね、 GT4 なんですよ、はい、なんで、アットマーク50って書いてるじゃないですか。アットマーク、はい、ってことは釘のピッチが、はい、50ミリ1本50ミリでいってください。アットマークですか、そうですね、はい、はい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 、で、CN50 っていう、はい、50ミリの長さの釘で、はいはい、ここを、まあ、5センチピッチで打ってくださいよと、はい、もう指定されてるんですね、もうね。そうそれでないとダメだぞと。かたいこっちは、うん、まあ、リーズナブルだね、もうね、いわゆる通常通り、通常運転ってことですね。なるほどですね。この子は別に大して頑張りませんよと。役にも立たないよと。役には立つんですよ、もちろん。もちろん頑張るんですけど、うんうんうん、その辺もね、こちらの高級な壁さんの方たちに、先生たちにはかなわないと。この人たちは、まあ、付き添いみたいな。ああ、だからこの茶と青に分かれてるということなんですね。で、ね、SE 広報には、はい、SE 広報の、なんかね、検査員みたいな、それで講習をね、受けた人が必ずチェックをしなきゃいけないんですよ。あ、チェック入るんですか、じゃあ。私がね。私がね。私そうですか。あ、私そう、チェック入れたのね、もう。もうチェック入れました。あ、違うぞと、ここ。なってねえぞっていうのが大工さんに言って、ちゃんとやれと。どうなってんだと。いう話をします。で、はい、ね、皆様にね、一つ謝らなきゃいけないことが、おや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 、はいはいはい、何でしょうか、それは。ここなんですけど、
あ、はい、ここなんですけど、この今、はい、手を伸ばしてるところ、これあの前ね、はい、フランの時に聞きました。クソ鬼ほどでかい VTR っていう話したじゃないですか。十勝一のクソでかいガラスを俺は入れるぞと、十勝で多分一番最初にあのクソでかい窓入れますから、あのクソでかい窓。なるほどね。これ窓、窓っていう窓。言い切りましたね。やめました。あのすいません、どうしてですかね。あのね、言い訳聞きますわ。いや、あれなんですよ。あの構想段階では、はい、ここにね、はい、一間幅、まあ、まあ僕がこう、まあ人振るった幅ですの窓ガラスがあって、はいはい、これが。ビューンってこう、はい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 、スライドして、はい、ここ全部こう開口で開くっていう、はい、そんなようなね、うん、イメージでしたね。イメージをしたんですけど、はい、やめました。なんででしょうかね、これね、先生。高いんですよ、やっぱり。そんなに目が飛び出るほど、ね、甘かった、甘かった、びっくりした。さすがの古田もそこまで出さんぞと、うん、コンパクトカー買えるぐらい。さすがにそれは家族にも反対された。いやそう意気込んだんですけどいい加減にしろと。ちょっとね、コンパクトカー1台ですよ、ちょっと違うものにかけてもいいんじゃないかということもあって、ちょっとね、ちょっと断念しました。なんで、うん、ここについては、はい、ほらね、はい、フィックスのはみ殺しの窓を入れるということにしましたね。ごめんなさい、しょぼくなっちゃってと。そう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 。でもね、あれですよ。ほら。おお。あ、出た。久しぶりのおお。おお。おお。はい。やっぱりね、おおの冊子を使ってますから。ね。ね、そっか、そこやめたんだ、ね、そうやめました。で、ほらとなってくると、うん、じゃあね、トリプルしてんのかとかね、そうだね、いう話になるじゃないですか。なる、ですね、ペアです。ペアなんですけど、北面だけはね、トリプルしました今ちょうどいるところで、これ北面ね、はい、これトリプルにしてます。ここトリプルにしました。北面は全てトリプルにしました、はい、だけどあとは全部、あとはね、ペアです。本当はね、これもでかいから、はいはいはい、トリプルにしようと思ったんですよ、うんうんうん、トリプルにしようと思ったんですよそしたら、ね、この2つのフィックスの窓で中古自動車買えるぐらい。マジでかい。そんな、まあ、確かにでかいよね、これ。そうなっちゃって、ほらね、僕嘘言ってないですよ。前も言ってたじゃないですか、うん、日の当たる南面はペアでもいいんじゃないかと。確かにね、それ言ってましたね。北面とかね、はい、そういうところはトリプルの方がいいよと、うん、そうですね、いう話をしたので、まあ、少なくとも北面はね、トリプルにしてますから。しました。うん、こうやって僕は節約をしてますはい、ちょっとね、見てほしいのが、はい、分かりますかね、この吹き抜け感。ああ、これね、はい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 、吹き抜け感ね、はい、ここ2坪あります。あ、これ2坪あるんですか、これほら、2坪ありました。2坪あります。2坪の吹き抜け、こっちも、吹き抜けがあると。実はあ、本当だ。これ天窓ですね。そうですね。吹き抜けての天窓ちゃんです、ね。これこのまんま、このまんま、ここは今もう吹き抜け状態になるんですね。す最終的には。そうです。ここはね。はい、ね、ピンとくる方がいたら、はい、ピンと来てほしいんですけど。はい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 、はい、吹き抜けがこれだけあって、もう、はい、自信強いんですよ。
単純に素人的にはここ空いてんじゃんと。そうですそうです、スカスカだぞここ、とどういうことよと。あのね、全部の間仕切りの今柱が立ってるわけじゃないんですよ。あ、なるほど。結構スカスカなんですよ。はいはいはい。逆に言うと、ここ以外は好きにして構わないよっていうことですね。あ、うん、もう微動だにしないよと、何しようと、冗談じゃないと。はい、2階に来ました先生。今こう吹き抜けにありますよ。ああ、そうですね、これがちょうどこのさっき階段こう上がってきての、本当に本当にここ階段なんですね。ここ階段です。階段上がってきてのわーっていうね。なるほど、うん、ちょっと待ってください先生、はい、ここ吹き抜けっすよね。そうですよ。じゃあここは今、ここ今先生目の前に立ってるとこは何なんですかこれ。2階のホールですね。ああ、なるほど、はい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 。私の寝る部屋と。あ、ここが。そうです。あ、一応この辺が先生の寝る部屋。こっちはもうね、もうクローゼットです。はい、でこっち寝る部屋です。はいはい。8畳。こ、子供たちはどこ寝るの。子供たちはこっちです、逆サイドっていうの。こうです、こうですわ。あ、こんなになりますわ。これ先生、この上はまたロフトですわ。はあ、やっぱ子供部屋だったらロフトじゃないですかね。まあまあ楽しいでしょうね。ねえ、大人だったらいらないんですけどね。大人だったらありますけど、でもね、ほらね、楽しいじゃないですか。そうですね、ロフト。こっちも子供部屋、こっちも子供部屋。こう子供部屋です。あ、もう今先生のところから南側まで子供部屋。そうです。まあ、これがね、はい、今後どのようにそうです、ね、なっていくのか。工事自体は通常運転ですか、はい、それともちょっと遅れ気味ですかね今。通常運転ということで、まあ、ね、初めてやることなんで、きちんとこうチェックをしながら。なるほど。現場と我々とやってますんで、うん、なるほどですね。まあ、こんなもんじゃないですかね。ほとんどほぼほぼ同等初、ほとんどほぼほぼっていうか、もう完全に同等初ですねこれ。ええー、すごいな、自信に強い。自信に強いし、はい、まあ自信強いはいくらでもできるんですよ、うん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 、自信強いはいくらでもできるんですけど、うん、こんなね自由に吹き抜けても作れないですからね。よく言われるのはもう壁ばっかりとかね、うん、はははは壁ばっかり、罠も地、うん、もうこんなガバーなんて窓作れないですから。閉鎖的な家だね。そうですそうです。だから壁をね、壁の量を多くして、うんうんうん、強くしましょうっていうのは誰でもできる。なるほどね。だこんだけ窓も大きく、うん、吹き抜けも大きくして、うん、さらになおかつ強さも実現するっていうのはなかなかできないんじゃないかなと思いますよ、うん、なるほどですね、はい、そうですか。じゃあこの後まだまだこう形になっていくと。そうですね、ということですね、はい、今後の F プロジェクトどうなっていくか。はい、はい、そうですね。プロジェクト F。